The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. も悲しみを背負うことができた。Decide the destiny.真剣の前には死あるもの。Decide the destiny. Octo-shinken の前には死あるもの。優しい剣。Battle 2. Decide the destiny. Final battle. Decide the destiny. あるのです。
の北斗神拳。The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. Okto Shinken の前には死あるもの。Decide the destiny. Hokuto, Hokuto Shinken の前には死あるのみ。Battle 2. Decide the destiny. この俺も悲しみを背負うことができた。歯を構え。The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. Okto Shinken の前には死あるのみ。飛ぶのは。Okto Shinken。俺の Okto Shinken。Battle 2. Decide the destiny. Okto Shinken 勝者。
カス。多分ね、ノーゲージでのラオウとの触り合いは割とできてた方、きっちり潰せてたと思うんだけど、小地がまだリハビリ中で、ガーケンした時に向こうでチョップを入力してるのが聞こえたんだけど、なんか誤報が出てたりとか、何も出ずに食らってたりして、ノーマルヒットで食らってたりしてたから、その辺戻ってくれば全然また変わってくると思う。相変わらず馬力はほとんどミスんねえしね。まあ個人にとっては相当不満のあるガチだったと思うんで、また戻ったらもう一回やりましょう。マキンタの方だわこれじゃ。しかしね、ラオウね、バスケミスりすぎたよな。俺も何回ミスったんだっていうぐらいミスったよな。コンボ難しいから、うんこだわ。コンボ難しいからね、ラオウ戦やりたくないんだけどね。そういう意味では星さんで殺したのほとんどなかったしな。いや3回ぐらいでしょ。4回。いや1時間で4回はどうなんだろう、少ないんじゃねえのって。あ、でも全盛期の工事だったらゼロだもんな。 75% ぐらいしか成功しないから。そうね、工事がコンボをちょっと落としすぎてたね。あ、そうそう、あとなんか小銃走ってきてるからね。ダンダッシュジャンプしてアルカップっぽい動きがちょっと、これガードできないんだこの忘れてたけど。あと上下のガードの切り替えちょっと多分東北と独特だから、そのせいで遅れて食らってんだと思う。タイプは確かになかったね。でもラオウ結構暴れは潰せたと思うんだよ。ジャン C、エン C、あ、じゃなくてジャン、タチ B、エン C、エン D、グレーとかで。ノーゲージの触れは絶対ラオウに分がないから。ノーゲージは確かに権威有利だから。ただ俺2ラウンド目が下手すぎたね。なんかいい感じで1ラウンド取った後2ラウンド目普通に死ぬのが、3ラウンド目勝負になってるのが多かったから。ラオウは権威残しちゃえばね、なんかまた 2D 振ってるおっさんがいると 2D 振ってるから、そうなんだよね。ゲージラオウにオーラ1本できると今度 2D ひたすら振ってるだけで何もできなくなるっていう剣側がクソい状況になるからね、こう印刷のせいで。まあだって半年以上、1年近くやってなかったでしょ。2年近くやってなくてでしょ。まだ戻して1ヶ月とかでしょ。まあその辺はちょっと時間かけて戻すしかないでしょ。あと1時しかないんだよ。あ、そうなんだよね。もう舞踏会じゃねえ、舞踏会か。武道会まであと一月ちょいしかないんだよね。できればその間にあと 2,3 人ぐらいガチはしたいんだけどな。とりあえずね、あのおしんさんとやりたい。おしんさんとやりたい。おにんにんと、うん、おにんにんとやるんだったらアルケイとやれ。いや、アルケイさんとのガチはね、ちょっとね、もうちょっと準備期間が必要。やるんだったら半年前ぐらいから準備しないときつい。大丈夫でしょ。え、おしんさんがね、こうツイッターでさ、今流行ってるさ、こうリツイート人のした人の本音をつぶやきますみたいなやつあったじゃん。あれリツイートしたのに俺だけ無視してんだよ。多分嫌われてんだよ。まだ嫌われてる。他の人みんな答えてんの俺だけ無視してんだよ。もうこれガチ撮りするしかないでしょ。あ、なるほどね、どっちが上が決めてやるよ。そうそうそう、本音を語らせてやるよガチ撮りでみたいな、そういう話で。負けるんでしょ。いや、負けて、お前の答えで嫌いなんだよ。俺 RK さんとゴブってんのね、他のシーンに負け越したら俺立ち直れないかもしれない。今もんだったよ、いつ
としてってまず厳しいって、うん、追い切れんもん。まあ、確かにね。まあ、というわけで勝敗ちょっと俺メモってないんだけど、まあ多分どれぐらいだろう、64ぐらいか、64ぐらいだろ、14の9だから64ぐらい、うん、ただ小銃のミスって拾った価値があるんで、多分戻ってくればもっと、やっぱりね、振動が弱くなってるんだよね、土壇場でやっぱりコンボセンターがかなりミスってるんだから。そうね、コンボ選択は結構あれこっちでいいのみたいなのあったね。でもバニキャンしっかりしないと。でもバニキャンミス1回だけでしょ。バニキャンミスはしてない今日は。あ、あれわざと、あ、そっか、あ、やらない方が得だった時状況か、あれは、まあ、やらなくてもいい時と やらなきゃいけない時の区別がまたついてないから、とりあえずやっとけ的な。バニキャンミスはじゃあ0回か。てかあれミスったようで別にいらないとこだったしね。ミスってないっていうかわざとじゃん。8発でミスって出てるんだったらミスったけど、うん、あ、他は全部10発やった。いや厳しいな。これエジコもやりてぇな。エジコ10ガチ面白そうじゃん。エジはサウザー。エジサウザー、俺ラオでやるから。それ、コジュラ王対エジサウザー。俺が一方的に気持ちよくないだろ。それ91 いや、エジさんのサウザー弱くはないけど、さすがに、さすがにじゃないの。もうどうしてもあの割りたいだけだから。あー、でもガチやろうにも1ヶ月の間だとね、結構スケジュール厳しいんだけどね。まあ少なくともあと2つはやりたいね。まあ、おしん、マーキンが無理だったらソッティか、トキとやるよ、トキと。トキ？トキとやるんだったら、まあ、エイジか、コウメさんやってくれない？え？コウメさんはね、誘ったら嫌だって言われた。っていうのも別に勝てる勝てないとかじゃなくて、わざわざその誰かにネタを披露する気はないとか。コウメさんのネタって嫌気出すぞ、そんなこと言ってると。いっぱいつぶやいちゃうぞ。あんだけ強くてわからん殺しを狙っていくかみたいな話ですよ。うちの家は関係ないから、わからん殺しだって全部わからん知らない。しっかさんとは一回やったからな。あと中野の時だと連時とは一回やったし、まあもう一回やってもいいんだけど、まあエジさんとはもう二回やってるんだけどさ。石びつくんは石びつくん、石びつくん誰？あ、無理？あ、でも KIU とは俺やったよ、道場だけど。 KIU だとやるだろ。 KIU だとはやってないの。 KIU だと相当強いよね。まあ、そっちより強いからな。まあね、うん、だって結局のところね、ガチで誰とやろうとか、まあ、全部 KIU でいいんじゃないのみたいな話になるから。本当にマミヤぐらいじゃん。マミヤはまあ確かにソッティだし、ハートはまあさすがにガチ勢には劣るけど、それ以外のキャラだったら本当に強いあいつとやりたいんだったら、うん、ケアでいいんじゃないのっていう話になっちゃうからね。あれ、アルケイの時とか別に強くねえからアルケイ時、アルケイ時とかなんか関東筆頭とかでそんなに強くねえから。7の方が強いってだいぶ上手くなってるもんね。すげえ強いなと思ったこの前。エイジさんはすげえ強くなってるよ。2年間真面目に北斗やってるとああなるわ。なんか俺らみたく来航ルームばっかしてるわけじゃないんですよ。エイジさんね、普通になったっていうか普通に強くなっただけだからね。それ面白くなくなったんだよね。あのライブラも言ってたけど普通になったね。いや、っていうかだから要は前はあの付き合わなくてもいい、あの時側がその勝つか負けるかの勝負の博打みたいなやつを散々付き合ってたんだけど、今別にあそんなの付き合う必要ないんだっていうのを気づき始めちゃったっていうね。あの起き上がりに当て身とかパナス必要はないんだっていうことに気づいちゃったっていう。だから面白くないんだよ。そう、逆の二択は発生しねえから。まあエジさんと普通にやったら負け越すのは確実なんで、その1時間の間にどれだけエジさんをキレさせるかっていう、やっぱり集中力がね、起こるとね、キレてくるから、そういう風な展開に持っていくかどうかっていうのが一番こうガチ取りで重要。完全に精神戦だよね。うん、あ
いや、ガチ取りはね、ほぼ精神戦だよ。そう、K ライトやってるとか、うん、ちょっとか精神が持たないけど。持たないから最初からないよ。どんだけ相手をひよらせるかとかね、どんだけ相手を慣れさせるかとかね、すごい重要だから。厚木君とやりたいな。厚木小路勝ち2年ぶりぐらい。ああ、前に1回やったよね。動画鑑賞会やってて、あの時大幅に勝ち越したから、さすがにもうそんなに勝てないから。 K ラオウにも勝ち越してるし、ただマキン、あれマキン厚木は確かマキンが勝ち越してるんだ。厚木がナイス。厚木さんショックで立ち直れなかった。あれヤバンパク前だよね、確か。そのショックだったんじゃねえの、ヤバンパクの嫁さん。いやー、やっぱね、ラオウが人いねえからな。あー、いやでもラオウはまだいる方でしょ。いないでしょ。いや、いる方でしょ。地域で増えてないじゃん、ラオなんか。え、県なんか全く増えてねえよ。県いたじゃん、ちょっと。ちょろちょろ来てんじゃん。県、ラオの方が、あ、でも、完全に。県戦でラオいたときって、ライブラがいて、マキンがいて、俺がいて、ケイトがいて、マタヨシがいただくときでしょ。あー、確かにマタヨシ、マキン以降は増えてない気がするな。初級者大会とかでラオっているんすかね、今。オミさん、いるの？いるけど、それを信じて。ああ、じゃあいねえんだよ。ああ、サニアラオウ、サニアラオウ新規、新規勢。まあ、ラオウはね、どうしてもね、こうラオウ始めたいですって言われたら、あ、じゃあ即死をまず覚えてっていうキャラだからね。もう一本マイクだよ。動画そろそろ一回止まっちゃったら、どっかで編集で。あ、じゃあまあ動画自体はこれこんなもんで、マキンタロウのクズ、お疲れ様でした。